女、カリドーンのこの島でちょっかいをかけてくるようなおバカさんはポンペイおじさまの手下くらいでしたわね。はあ、おじさま亡き今、連盟のルールも形骸化したと、そうおっしゃるんですこと？こいつは何も知らないぜ。ただ運転してただけだからな。黙れ！親分をやったのはルシウスだとかほざいてやがるか。貴様らがあの腐れ外道とグルじゃない証拠なんてねえだろうが。ボンプの残した火の湖での視覚記録、その一部始終が動かぬ証拠でしてよ。見なかったなんて言わせませんわ。けっ、ツールドインフェルノの中継にゃ誰かが細工してて、貴様らの記録にはされてないってのかよ。んな都合がいい言い訳誰が信じるかよ。カリュトーンの負傷の子はさながら恐怖のりに群がる小物の群れだ。貴様らなんぞが連盟の覇者だとは俺らは絶対認めねえからな。そんな貴様ら相手に筋を通せば、はっ、時間の無駄だな。ルシウスのように尻尾を巻いて逃げるどころか、大将の弔いとばかりに勝ち込みをかけにいらっしゃる。その度胸だけは褒めてあげましてですが、カリュドーンの島において最大の禁忌が何かご存知でして？絶対に子供に手を出してはならないということですよ。子供？ただのイノシシだろ。それもボンプの。貴様らの荷物を奪うのに邪魔だったからさらってったのさ。だが少しでも貴様らへの嫌がらせになったってんなら、とても光栄で愉快なことだな。本当にどうしようもないクズですわね。筋を通す相手には筋を通して、道理を外れた人には道理を解く。それがカリドーンのこのルールだ。よくぞ言ってくれましたわ、プロ騎士さん。それこそチートピアの領主にふさわしき気概でしたよ。さあプロ騎士さん、パイパー思い切りぶちのめして差し上げますわよ。やったるぜ。腕が鳴るぜ。
遊んであげるよ。シュレイ、スタンバイ。だけでおやりよ。私はそろそろ降りるから。ああ、この後に及んで何を情けねえこと抜かしてやがんだ。もう十分手心を加えてもらってるのに、まだ気づいてないのか。よっぽどの天然かアホの二択だね。最初に言っただろ、あんたたちの計画は旗から見ててかわいそうになるって。それでも雇い主に逆らわなかったの。ひとえに私がプロだからさ。続きをやりたいんならどうぞご勝手に。けど私のギャラで付き合ってあげられるのはここまでってだけ。ウルクラ、よくも。ただの傭兵に何を期待してるのさ。自分の仕事をきっちりやるのが私のポリシー。他人のトラブルは当人で解決してもらわないとね。